はい、ラブ神戸 TV をご覧の皆さん、こんにちは。はい、ラブ神戸 TV の、はい、人妻レポーター、そして、兵庫企業縁日の、PR リポーター、ビーラブカンパニー3年目、八尾さとみです。こんにちは。今ですね、私はこちら、はい、三和クリエイトの、はい、浜田社長に来ていただいております。浜田社長、こんにちは。こんにちは。はい、ちょっといろいろとインタビューをしていきたいと思うんですけれども、はいはい、サンワクリエイトさんはどのようなお仕事をされてるんですか？はい、神戸は東灘区の御影でですね、はい、ビルクリーニングとかハウスクリーニングとかのお掃除の会社を、やっております。はい、はい、ビルクリーニングとかね、はい、お掃除ということで、はい、お掃除もいろいろあると思うんですけれども、はい、どういうことをお得意とされてるんですか？そうですね、得意なのは、はい、いわゆる布を洗うそのカーペットですとか、はい、ソファー、椅子とかそういうものを洗うのが、得意です。まあ、一般的にその普通のハウスクリーニングとか、はい、ビル、店舗の床ガラスなんかもできるんですけれども、はい、得意なのは布を洗うのが得意でございます。なるほど、布のことならもう何でもおまさかせみたいな感じですか？はい、はい、ありがとうございます。ちなみにどういった企業さんとかどういう方が多いんですか？はい、お客様は。そうですね、うん、店舗なんかの、オーナーさんとかですね、はい、ビルのオーナーさんとかいうのは、はい、多いですね、今のところは、ね。あ、なるほど、オーナーさんから直接こう依頼いただいてという感じですか？本店さんとか、はい、一般的にはそのビル管理 その管理会社さんとかのお仕事なんかもあるんですけれども、はい、徐々にオーナーさんの仕事が増えてきまして、今はオーナーさんの仕事が結構多い。あ、なるほど、はい、ちょっと今後なんですけれども、どんな感じで展開していこうというふうにお考えなんですか？はい、そうですね、はい、もちろんその、お掃除 その現場の仕事もやっていきたいんですけれども、はい、私どもで使ったいい商品といいますか、はい、洗剤とかお掃除のそういう商材みたいなものも、はい、セレクトしたものを売っていきたいなと思っております。で、なるほど、はい、でまた自分たちでもちょっとこう開発といいますか、はい、工夫したものを作ってまたそれも販売していきたいなと思ってますので。なるほど、はい、プロがねこれというような商品でしたらね、皆さんもぜひぜひ試してみたいと思いますんでね。はい、いいですね、それということで、今ちょっと後ろの方にですね、兵庫企業縁日のポスターが映ってるんですけれども、はい、はい、こちらの11月28日の兵庫企業縁日にご出展されるということで、はい、はい、ブースでは当日どんなことされるんですか？そうですね、ちょっと季節柄、はい、どうしてもその寒くなってきまして、はい、風邪をひきやすくなってきたりする季節でございますので、はい、除菌剤とか、はい、除菌剤、消臭剤ですとかね、そういうものをメインに今回はちょっと、縁日に出店してみようかなと思っております。なるほど、はい、はい、今からねインフルエンザが流行る時期ですし ね、はい、はい、なんかいろんな病気もね、はい、なんとか熱とか流行ってましたからね、はい、除菌に関する、ね、関心も高まってると思うんですけれども、はい、はい、そちらプロ仕様のものが、はい、はい、中身はプロ仕様で、はい、一般の方でも使えるようなものを、用意していきたいなと思っておりますので、ぜひお越しください。はい、はい、ありがとうございます。その店舗さんとかでなくってもご家庭でも使えるようなものなんですか？そうですね、はい、ご家庭でも使えますので、はい、どんなシーンでも使えますので、はい、なるほど、ちょっと大掃除の、ね、時期の前に手に入れて家をピカピカにしていただきたいとかね、はい、したらいかがかなと思います。はい、はい、あともう一つ、はい、すごい商品があるというふうに、はい、お伺いしたんですけども。そうですね、ちょっとお待たせしたかな、お待たせという感じで、ハウスクリーニング用のお掃除用 の、はい、ポシェットを、はい、弊社の方で開発しましたので、はい、それも、持っていきたいと思いますので、はい、ぜひ立ち寄りいただければと思います。はい、ということで、実は先ほどちょっとお話お伺いしてたんですけれども、女性の意見を生かしておしゃれなポシェットなんですね。ちょっとおしゃれにしております。はい、実物を見ていただきました。はい、はい、そちらね、ぜひつけていただくことも可能ですか？可能です。はい、ね、皆さんもぜひそちらのポシェットもね、試していただきたいと思います。では11月の28日、はい、こちら企業縁日、皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、浜田社長ありがとうございました。どうも。